佐田白坊明治40年10月4日は、江戸時代後期の久留米藩士、明治時代初期の外交官である。初期の朝鮮との国交交渉に関与し、後政官論を唱えた人物として知られる。名は、自家官。通称は、蘇一郎、白坊和号、別の号に、真っぱなし。久留米藩の呪者、佐田武水の長男。1852年、江戸の将兵校で学び、 1856年に、羽倉官道に指示した。1857年帰国し、講師とも読みを務め、1859年には、藩公秋吉堂の領長となる。しかし、牧田持信に従って、尊上派として活動したことを、藩からとがめられ、1863年に、史跡を除かれた上、5年間優秀された。 1868年2月に規範を許され、8月に軍務官判事司法となり、また調子や大阪湾防御の参謀にも任じられた。明治維新後の1869年、朝鮮交際主義を大上官に憲白し、同年11月外務省犯人出資となった。1870年3月、森山茂と共に、富山の総領和官に派遣され、 処刑問題で紛糾していた朝鮮との国交樹立の予備交渉を進めた。この過程で朝鮮側の態度に奮劇したサタは、同年4月に帰国した後政府に政官を主張する報告書を提出した。しかしサタらの報告書を受け替え無償が大上官に提出した対朝鮮政策参加上では、断交状態、国士派遣、耐震条約選考の3つの選択肢が、 提示されていた政府は結局、第2案、第3案の接中策を取り、同年末に外務権を進む吉岡公記を不山に派遣して、正式な国交樹立交渉を進めるとともに、翌1871年9月には、朝鮮の創始国である清との間で、日清修行状期及び通商商定を調印した。帰国後の佐田は外務第6に任じられたが、 1871年8月、西郷隆盛ら政官派に同調し時間、帰郷した。その後は官居氏分泌活動に従事した。大正5年、正五位を追造された。古都平道によれば、明治維新後政権の中枢で、政官論を唱えたのは、吉田松陰の弟子である、木戸孝義だったが、それを草の根に広げ日本中を熱狂させたのが、佐田白望であり、 明治初年には、朝鮮は、王人天皇以来、義務の損する国柄であるから、維新の勢力に乗じ、速やかに手を入れるがよろしいという憲白書を政府に提出した。以後三度にわたって憲白書を提出し、佐藤信広に習って、朝鮮征服は、三十大体あれば、ことが足りると述べており、こと平道は、朝鮮従属を早くから提唱した、佐田白坊の朝鮮別詞の根は、 深いと評している。共に、明治文化全集第22巻に収録されている。AB、西南記伝、下五1594ページデジタル版日本人、明大辞典プラスハット ABC 朝日日本、歴史人物辞典田尻左編増意所見伝造補版上特使増意年表 B、40、こと平道日本人の挑戦感、P52P55、 赤紙書店2006古都平道日本人の朝鮮館 P52P55 赤紙書店2006ありがとうございます